ジャマなんか冬のさ部屋着こういうパジャマっぽいのしかない。夏は逆に持ってないけど、こういうの T シャツみたいなのばっかりだけど、長袖はこういうのパジャマみたいな。ジャージとかスウェット長袖はない。え、部屋着用のやつない。部屋着用ね、私服は持ってるけど、私服とかあとレッスン着、でもジャージね、セットのジャージほぼ持ってないんだよね。一着あるけど、でもほぼ着てなくって、上ねえ、そう、ズボンだけとか。部屋着こういうのばっかだから冬の長袖は。パジャマこの形のやつはこれしか持ってないけど、うん、そう、寝るときはパジャマ、夏の部屋着は普通に T シャツみたいな持ってないから、こういうの夏ジェラピケ持ってるよ。冬はだからそういうのしかないパジャマ、部屋パジャマみたいなさ、ジェラピケもそんな感じじゃん、モコモコのやつ。そういうの夏は真逆だけど、 T シャツ、あったかくない、そこはあったかくはないよ、普通のサテン生地の、サテンかなこれ、ちょっとサテンっぽい生地、あったかくはないよ部屋何もついてるから寒くない。着てない、ちょっと上着着てたけどめっちゃ寒かった。でもすぐ帰ってくる用事だったからいっかと思って、もう本当にすぐ帰ってくる用事だったからいいやと思って、そう、やっと暖房つけた、やっと、そう、寒すぎて今日は、でも今日からつける人がいいか、寒すぎてさ、さすがにつけないとと思ってつけた。今から目配信する可能性、今からゼロでしょ今からゼロでしょ、今からなら知らんよね、これ。さっきお風呂入ったのに絶対に知らない。
これいちごだね。いちごとな、これアポロ、なんか GU がこの明治の商品とコラボした時に買ったやつで、なんかいろんなお菓子のお菓子のお菓子とコラボしてて、アポロと何があったか、なんかもう一個ぐらいあった気がする、覚えてないけど。これはアポロとか、ここアポロって書いてある。でアポロだからイチゴで、ちょっとなんか色もさ、こうピンクとさこの茶色のラインが入っててアポロっぽい。アポロのイラストも入ってる。4年間前に買ったやつアポロとコラボの場じゃない。アポロチョコはまだあるよ、見るよ。チョコはまだ、アポロといくらか。エペ認定戦でダイヤスタートでした。エペ認定戦でダイヤスタート、え、すごっ。ダイヤスタートなんてほぼ聞かない。すごいね、すごっ。エペのプロの選手してる方とかでもゴールドとかなの、すごいね。ダイヤ強っ。私はまだ認定戦終わってない気がしなかったからさ、あと3試合昨日のまま、あと3試合残ってますで、今ルーキー2かな、2手戦残り3試合でやってないんだよね、終わらせなきゃ。でも最近 PC ゲーム全くやってない。他になんか、あ、なんだっけ、オータムセール、いつスチームの扇風機つけとくかな。一応熱くなるんだよね、パソコンつけると風で。配信してたのがだいぶ部屋あったくなってきた。なんかどんどん温度上がってさっきまでそんなだった。スイッチだよ。スイカゲームは今日はやってないね。昨日もやってないか、一昨日やった。セールっていつから？帰ってない。でもね、部屋ちょっと寒いぐらいが好きなんだよね。暖房つけたけど、それかちょい下げるか。暖房ってどのぐらいがいいの？なんかあんま低すぎたらさ、つける意味ないかなって思っちゃうんだよ今だいぶってか、ちょっと低めにつけてるつもりなんだけど、普通がどのぐらいかわかんない。今23度ぐらいに設定してる暖房。28度ぐらい、23度ぐらいで結構あったかいんだよ。20度、まあ、低いと意味ないかなと思ってた。暖房つける前が部屋18、19ぐらい、19ぐらいかな。待って、でも切ってさ、パソコン消した後寒いってなってまたつけたらさ、消したの無駄じゃん。それならつけっぱの方がいいから。28ありえんどのぐらい、
フォンつけてる間だけ扇風機つけよう。え、でオータムセールっていつからやんの？もう終わった？それかどこでこういうの見るんだ？さあニュースん、今月末？じゃあもうちょい先か。なんか新しいの始まったら、なんか気になるのあったら買うか。まだね、買ったのオンリーアップぐらい、あの無料ゲーム以外で。なんかやってるのないね特に特にない。利上げ上位COD1 位 COD だ。え、これ何？遊戯王？遊戯王？遊戯王やったことないけど何がいいのか。これも気になる。デッドバイデイライト。ストロックスとストリートファイター気になるんだよね。いや、どうしようか、めっちゃ迷ってるのこれ。8000円だよねこれ。いやね、え、どう思う？8000円どうしよう。え、これでさ、あんまりなかったらめっちゃ無駄じゃん。だってやるかな、ハマるかな。私やったことないの、こういうさ格ゲー。あ、なんか音流れちゃった。確かにセール最初なるかな前回なんかなって入ってたっけこれ。親戚にいた PC ゲームはしてないね。 PC 持ってない。プレステとかそっち系、プレステスイッチは持ってるけど PC は持ってない、ね、スマブラしたことあるよ。ある。毎回親戚の人にボコボコにされてた強すぎて強すぎて毎回ボコボコにされてた勝てないんだよね。あんまそんなやり込んでないからさ、どうやったらなんか強いみたいな、あんま勝てないから。親戚ネットじゃあの。ゲームよくやってる親戚たちは結構やってるからボコボコにされてたスマブラで同じキャラ使ってみるけど無理なんだよね。ちょっとやり方は適当にやってるからいつも。勝てないんだよ懐かしい。フォートナイトはないね。
弟がやってたかな。弟と妹は、弟の方がやってた。妹はあんま、弟よりはやってない。弟がめっちゃやり込んでた。ホートナイト格ゲー苦手っていうかね、やったことがなくってわからないわからないの、苦手とかの前に。やったことないんだよね、こういう系のゲーム。ちょっとそのあれ待つか、セールを。ホラーゲームなんか面白そうなのあったらやりたいし。なんかなんだっけ、夜間なんちゃらみたいな、なんかなんか世界ゲームみたいなのある。クジラゲーム可愛いけど違う、どこだっけ。前ランキング入ってたけど入ってないな。分かんないよ。ホラーゲー、うーん、でもさっきのデッドバイデイライトだっけ、どこ行った。また横向きになる。これセールになるかな。セールになったら考えるかな、買うか全部。これ人気だよね、よく聞く。でもこれもね、結構ホラーじゃないけど、うん、なんていう、そのさ、ストーリー進めてくみたいな、ああいうホラーゲームじゃないけど、ホラーみたいな。ホラーゲームって書いてある。4対1のマルチプレイヤーホラーゲーム、プレイヤーがキラーとキラーに捕まって、捕まらないように逃げるサバイバー4人に分かれて対戦する。4対1の鬼ごっこみたいなやつでしょ。でもこれね、買ったところでちょっと配信できるかはちょっと微妙なんだよ。あまりにホラーだとできないから、どういう感じか、ちょっとやったことなくって、ゲーム見たことなくってさ、これ配信してる方も、まあ、配信もあんま分かんない、どこまでのやつなのか。夜間なんちゃらみたいな、なんだっけ、あの夜間警備だっけ、違ったっけ、なんかそんな感じのホラーゲーがあって、それならできそう。どこぐらいまでの？デッドバイデイライト。どのぐらいの感じなのかによる。これが配信できるか。あまりにちょっとあれだと無理か。町じゃなくて、なんか病院とかじゃなかったっけあれ。全然ホラーじゃない、鬼ごっこで雰囲気怖くしてるだけ。あ、そうなの。じゃあいけるか、怖そうこれ。めっちゃ気になってるんだよね、一回買ってみてやりたいね。雰囲気がホラーチックだけど気になる。全然いける？ちょっとあのとりあえずセール待つわ。とりあえずそれ
待ってかな。セールカシのやつ、これこれさ、そのぐらいだっけ。前回のセールの時に初めて見たんだよね。もう覚えてないや、忘れちゃった。このぐらいだっけ。結構安くなるやつもある。どのぐらいだったか忘れたけど、めっちゃ安くなってるのもあったのは覚えてるけど、どのぐらいだっけ。75% オフとか普通にある。そのぐらいだったっけ。私でも75でかいな。75はでかいな。全然なのもあるけど、もちろん結構安くなってるのも。セクシーパジャマ、これどこが普通のでしょ。普通のパジャマじゃんこれ。どこがモンハンしてほしい。モンハンしたことないんだよね。モンハンね、モンハンちょっと向かないかも私に。お前ね、友達がそれ持ってて、モンハン持ってて、プレステ、モンハンってプレステだよね。なんかほんのちょっとやったことがあるんだけど、ここまでハマんなかったんだよね。めっちゃ前だけど。浮かないかも、あんまり。モハモチ、モハモチできない。押せなくないボタン。モンハン持ち、普通持ちだな。さっき出てたマイク、さっき出てたマイクラ、マイクラ入ってるの、入ってるパソコンに。どこだっけな、どっかにある。一回見たことないけど、なんかもともとついてた、でもやったことない。そう、マイクラ、そう、なんかついてたの。だからパソコン入ってるの、入ってるんだけど、どっか入ってるけど、でも全然使ったことない。マイクラあった、マイクラあるけどね、全然わかんないの、ゲームの遊び方が。何して遊びつかもあんま分かってない。で弟がね、お前ちょっとやってたんだよね、マイクラ。弟に聞いたら分かってない、どういうゲームかも、こう何を目的の、なんていうゲームかが、こういうことするみたいな、なんかいろんなの作るみたいな、動物の森みたいな感じ。なんか作っていくゲームは、ああいうなんか、そういう感じ。もう分かってないんだよ。
なんか弟がやってて、なんかあとマイクラの実況してる方の YouTube 見てたりしてた。めっちゃマイクラ自由、探検するもいいし、建築やめるもいいし、何でも。あ、そうなんだ。これどういうのなんだろうと思って分かんなかった。私はほぼと得たことないね。ない。あそこに入ってるだけ。今ホラー苦手。ホラー得意じゃないねお化け屋敷とかめっちゃ嫌いじゃないですね。ほら、お化け屋敷が、だからほら全然得意じゃないの。苦手な方のが。でもさ、ホラーゲームの配信ってめっちゃ面白くない？だからやりたいんだけど、あんま怖いのは無理だな。めっちゃ怖いですか。ホラーゲームの配信見るのは好きなんだけど、見てる分には全然怖くないから。なんてだろうね。なんかさ、画面見てるはずなのにさ、そのプレイしてる、確かになんかびっくりするよ。あるけど、なんかプレイするよりかは怖くないんだろうなと。プレイしたことないけどなんか見る方はね、そんなに怖くない。何回か見た。今日も中辛にした。選べたけど、大体のとこ選べるのかな。中辛、いつも中辛。今日は食べるとき、バイオもいいね。チャッキーとかいい。チャッキーあんま見たことないんだよね。わかんないなんとなくは知ってるけど、ちゃんと見たことない。いや、ホラゲーの配信面白い面白い。やったことはないけど、ホラゲー、なんかそういうゲーセンのやつぐらいしかない。あるじゃん、ゲーセンにさ、なんか暗いゲー、なんていうの、なんかゾンビとかが出てくるやつ、なんか銃撃って倒すみたいなホラゲーあるじゃん。あれしかない。それ以外でホラゲーやったことない。シューティングゲームそれしかないんだってこと。カレスマリカぐらい。カレスゲー、あ、でもゲーセンのなんか、なんかなんて名前のやつかわかんないけど、違うのもやったことあるよ。マリカ以外もゲーセンにあるやつ。基本的に銃で撃つ系が好き。どうなんだろう、分かんないけど、でも最近はそういう系が多いけど、でも普通のホールガイズとかも好きだよ。ホールガイズとかも全然好きだね。何かな。でもね、このパソコン基本エペしかやってないんだよねエペしかやってなくてさ、俺がプレイしてる人がこうやってるのを見てるのが楽しいとか。めっちゃ面白いよそれ見たことない？みんな、めっちゃ面白いよホラゲーで。
ホラゲーの実況、ホラゲーの配信めっちゃ面白い。ストリーマーさんのやつがね、めっちゃ面白いね。私が見たことあるのは、あんまスタミさんのあのホラーゲーなんていうゲームかわかんない、忘れちゃったんだけど、ホラーゲームの配信、切り抜き見た配信じゃなくて、ツイッターか YouTube どっちかで忘れちゃったけど、切り抜き見た、めっちゃ面白い。ケモモテツしか勝たん。でもモテツってやってたら飽きちゃうよ、あれ飽きちゃう、あどれもだけどさ、ゲームモモテツ飽きちゃう、飽きやすい結構一回で十分、続けて何回もできない、あれ。さあ切り抜きで、いやね、配信一回一回長いじゃん、そういう配信者の方って。だからね見れないんだよ全部配信、長いから。長くて見れないね。だから切り抜きで、切り抜きでさ、そう面白いとこだけで見れるじゃん。だからで短いし、だからそっち見ちゃう。数人でプレイ、あそうだよ、一人でモテツできるけどさ、あのコンピューターと絶対嫌だよ、嫌だよ友達とかとじゃない一人でモテツ悲しくない。でもね、スイッチのゲームは無理だね、スイッチライトしか持ってないんで無理だね、できない。スイッチ普通の持ってたとしても、あと今つなげるのないし、キャプチャーポートっていうつなげるのがパソコンとスイッチを、だから無理か。でもまだスマホにはないですね、ちゃんとしたやつは23ものあるみたいだけど、でも出るのかな、世界は携帯っていうのか、分かんない。でも最近ちょっと人気落ち着いてきたね結構歌ってたから、こう人気出て話題になって、誰かとファズモフォビアやったら無理ないです。ファズモフォビアって何？
何それ、どういうやつ。今暖房入れてる。今日は寒すぎてさ、さすがに入れた暖房。ゲーセンで遊ぶとしたらどんなゲーム。でも最近ゲーセン行かないんだけど、なんか高校生ぐらいまではプリクラ撮るためにゲーセンとか行ってたけど、でもプリクラだけ。ゲーセンでゲームするしてたのなんてさ、小学生ぐらいまでじゃない。でもずっとコインゲームだよでもみんなあったでしょ、そういう時ずっとコインゲーム、コインゲームやってた。あとなんかカードゲームとか、カードゲームもやってた。チームスタッカーまだですね、予約商品まだ1月とか今年届かないです1月かな。 iPhone キャッチャーとかもやってた。うん、たまーに。そんなだけど、でもコインゲームがメイン。なんかいろんなのやってた。懐かしいコインゲーム。え、最初はさ、私がまだ小学生ぐらいの頃までとかはさ、あのお母さん一人だけがさ、あのみんながコインゲームしてる間に待つんだったんだけど、だんだんそっち側の人数が増えていってさもう最近誰も行かないですもう弟も中学生になって行かなくなった。いろんなのやってた。コインゲームいろんなの置いてるじゃん、ゲーセン。いろんなね、なんかずっとこれやってたみたいな、いろんなのいろんなの回ってた。あ、ラブメリーもやってたよ。カード多分探せばある、家に。押し入れとかに入ってんじゃないかな、多分ちょっと最近見てないか分かんないけど、ラブメリーとたまごっちのなんかカードゲームもやってたし、あとなんかサンリオのやつもやってたし、あとはなんだろうな、何やってた。でも一番やってたのはラブベリー、ラブ&ビー流行ったんだよね。あとなんだろう、やってたやつ、なんか数枚カードがあるやつとかもあるのだから何回かだけやったやつとかなんか気になって、何回かだけやったやつとかもあるけどあとはなんかさ、ちっちゃい子用のさ雑誌、なんかある、雑誌っていうのかな、なんか漫画とかも載ってたりするようなさ雑誌みたいなのがあって、それに付録でついてたりするの、なんかカードとか、なんかカードとかがそれをやったりとか、そんなやってないけど、いや何回かしたりとかして。リボンとかなんかそれかな、でもリボンとか仲良し買った記憶ないね。違うね、違う違う、キャラパフェってやつ知ってるキャラパフェ、え、ついてた気がする。ついてなかったっけな、あれ。リボンとかなんか、え、チャオ読んでたの。でもチャオについてたっけ。なんかそういうチャオってさ、もうちょっとさ上じゃん、中学、小学生ぐらいか、チャオも。チャオだっけ、覚えてないや。
けど、そこら辺のやつなんかついてて、カードゲームの付録が。あれもやってた、なんだっけ、ドラクエ、ドラクエとかポケモンのやつもやってた。最初ね、ドラクエお母さんがやってて、なんか何回かやってて、で私もやってみたいな。そんなにお母さん入り込んでないんだけど、多分みんながゲーム、コインゲームとかゲームしてるから、お母さんもお母さんドラクエちょっとやってたからさ、お前 DS で何回かやってて、でドラクエとポケモンもやってた。ポケモンなんかカードじゃなくってさ、なんかモンスターボールの形のさ、なんかチップみたいな、カードじゃないのポケモンのやつ。あ、そう、コインみたいな、そうそう、それやってた。それもやってた、なんかいろいろやってた。あったよねそれね。ここら辺かな、やってたの。たまごっちもやってたよ、たまごっちのカードゲーム。そうもやってた。たまごっちも結構してた気がする。ラブ&ベリーの次がたまごっち、でその次が、あー、その次がサンリオ。サンリオでも そこまでカードないんだよね。サンリオとドラクエとポケモンのやつ一緒ぐらいなぐらいやってたの。一番多いのはラブベリー。ラブ&ベリーね、好きすぎて、小学生の時DS のやつも持ってた。たまごっち私まだあるかな、わからない。妹はまだ持ってるね。妹と私なんか色違いで持ってて、妹なんか持ってた、まだなんかちょっと前やってた。なんか学校行ってる間にお世話しなかったら、たまごっちなんか気づいたらダメになっちゃってるんだよね。ダメになるっていうなって言ってた。学校行ってる間に家で放置してたらみたいな、ダメなんだよねって言って、全然育たないみたいなこと言ってた。見てないよ学生は、できない。あ、そう、お墓になって、フフって言ってた。フフ、私のたまごっちも探せばあるかもしれないけど、どこにあるかわからない。でも捨てた記憶ないんだよね、だから探せば多分ある。わかんないな、ちょっとわかんない。どんなゲームだったかな、なんかね、ちょっと先に調べてみよう。なんか思い出そうで、なんかそのキャラによっていろんなのがあった気がする。なんかなんだっけ、タキシードサムのカードのめっちゃ覚えちゃって、タキシードサムのカードの時はなんか魚切ったりとかしてた。なんだっけ、多分そういうさ
おままごと系のゲームかも。もう覚えてないけど見づらい。かん出てこないのか。間違えた。サンリオカードゲーム出てくるかな。めっちゃ前なんだよね。ああいうカードゲームって調べて出てくるの。ちょっと違う系のトランプばっか出てくる。違う。なんて調べたら出てくるの。あれはああいう系のゲームってなんて言うじゃん出てくるの。違う、あのトランプがいっぱい出てきた。ちょっとさゲームの名前が思い出せなくて。うん、トランプしか出てこないんだけど。それじゃないんだよ。見覚えがあるカードが出てこない。トランプばっか。サンリオカードゲームで調べたの。そんなに出てこない。一個ぐらい出てくるかと思った。カード出てくるの全部トランプ。あ、カードゲーム100円。あ、うち変なのしちゃったか。でなんか検索の候補に出てきた。出てこない。うん、あれなんていうゲームかわかんないんだよな。サンリオなんだけど。そうだよね、100円ショップが出てきちゃうよね。なんだっけな。出てこない。魔法のエプロン。え、本当にそれ。アーケード。アーケード。あ、出てきた。アーケード検索に。魔法のエプロン。え、これかな。ちょっと覚えてない。どれだろう。え、あんま出てこない。え、違う、これじゃない。魔法のなんちゃらみたいな。魔法のエプロン、これ違う。どれだ。でもサンリオのやつなの、私がやってたの。てないよ。どれやってたんだろうね。ホームエプロン。あれ2010年だから私が8歳。
いやもうちょいちっちゃい頃のイメージなんだね、やってたの。やってた？覚えてない。覚えてない。魔法のエプロン、これか。でもこれしか出てこない。調べてみよう。魔法のエプロン。あ、いやこれだわ。いやこれだ。タキシードサムのカード出てきた。イカ持ってるわ。イカだ。魚じゃないわ。え、このタキシードさん持ってた。めっちゃ覚えてる。これだ。さっきなんか画面、でもこんな画面だったっけ。ゲームの画面全く覚えてないんだよね。全然この、あ、なんかいろんなシリーズがあるのかな。それとも戦略キャラクターと農園ライフっていう、これじゃないね。これ見たことないもん。じゃなくてこれか。ナイプロン、リズムクッキング、これ。なんかいろんなバージョンあるっぽいね。わかんないけど。これかも。え、懐かしい。これだ。え、なんで喋ったんだっけこれ。違う、なんだっけ、なんか言ってさ、調べてたよね。なんだっけ。何にも覚えてない。これやってた。一番やってたのはラブベリー、その次たまごっち。懐かしい。あ、でなんでこれ調べたの私。本当にな、んか言ってさ。思い出せないや。まあいいや。とりあえずこれだわ、やってたの。懐かしいね。これ何回かやって、そんなにやってないけど、たくさん。からカードゲームやってたって話。確かにそんな話の人覚えてないや。いや、みんな覚えてなさそうだし。いや。私が覚えてないんだもん、だって。でもみんな通るよね、コインゲームかさ、カードゲーム、どっちかは。私どっちもだったけど。絶対どっちか通るよね。え、今の子たちは分かんないけど、今の子ってカードゲームすんのかな、しないのかな。今のカードゲームがよく分かんない。行かないからゲーセン。コインゲーム普通だったよ。
そうだった。目のあ今の子ポケカ、ポケカか、ポケカってでもさこういうなんかお金入れてさ1枚カード出てきてみたいなやつじゃないでしょ。なんか違うよね、普通に人と対戦するみたいな感じのやつだよね、ポケカって。あアーケード版のゲームもあんの、あ知らなかった。今のカードゲーム何あるか知らない。ちょっと待って、なんかすごい懐かしいやつある、魔法のエプロンの YouTube が。消し草も映像今一瞬流れてた、見たい。なんでか分かんないけどタキシードサムだけ覚えてるんだよね、なんでか分かんないけど。タキシードサムのカード持ってて、そのカードであのゲームしたことあるって。遊戯王今も結構人気あるんだ。遊戯王は私はしたことない。友達、男の子、友達っていうかクラスの子やってる子いたりした。タキシードサムは結構人気ある。何位だっけキャラ対、小気味より上だよね、でも人気あるよ。なんかめっちゃコメントスクロール下に行っちゃった。敵さんのカード多分あるはず、その今までのカード全部取ってるから。他のもあるよ、他のなんだっけドラクエとかポケモンのもある、全部あるはず。ドラゴンボールね、私の弟やってた気がする、弟が確か確かやってた気がするな。でもなんか妹たちもカードゲームやってたけど、妹のカードゲームは私が全部まとめて持ってるのか分かんない、1個のさカードのケースに全部まとめて入れてるのがちょっとあんま覚えてないんだけど、一緒にまとめてたのかな。妹たちあんま持ってなかった気がするんだよね、なんか私の方がしてた気がする。あんま覚えてないけどまとめてたのかな、妹のやつもちょっと覚えてない。あ時間ありがとう、気づかなかった。ドラゴンボールは弟と、あと3番目妹がもうちょっとやってた気がするな、弟がやってるからみたいな、私もやりたいみたいな感じで確か。じゃあ13位からランキング見ます。13位、ふあなんだっけ、もう毎回忘れちゃう、なんだっけ最後読めるのよ。みんな星になってる教えてくれてるけど分かんない不当不屈感ありがとう不当不屈みんなすごい教えてくれてるのにさ、みんな星になって面白い。13位ふたふくつさんありがとうございます。12位、ポブポブさんがありがとうございます。11位筋肉愛好家さんありがとうございます。
順位ゆむかこくまもとさん、ありがとうございます。9位香港なるマットマーク京川さん、ありがとうございます。8位ゆじゃとマーク宇宙一かわいい京川しか愛せないさん、ありがとうございます。7位にゃんこさん、ありがとうございます。6位キヨナチャットマンク今日も明日も今日かわしいさん、ありがとうございます。5位大野高文アットマーク今年の秋は楽しめましたかさん、ありがとうございます。4位にゃんほそさん、ありがとうございます。3位フロマンさん、ありがとうございます。2位グランツアットマーク許可タムズさん、ありがとうございます。そして1位がカズアットマーク許可タムズさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。明日の配信もいつもぐらい今日ぐらいやろうかな。いつもと同じぐらいで配信しようかな。すごいね、もうすぐ寝れるからね。でもちょっとリペしたい気持ちもあるけど、あと3戦終わらせたいんだよね。振り上げマッチだっけ、お早く終わらせたい気持ちもあるんだけど、どうしようかなやってなくって最近あんまできてない。終わらせようかな、参戦だけして。あ、でも確かにこの時間帯強い人多い。今から着替えるか。これパジャマ、部屋着だからこのまま寝ますよなんで着替えんのここから今からどこかに出かけると思ってる。出かけるわけないでしょ行くはずないでしょ着替えないよ。配信用パジャマ、これだけのためにパジャマ着るの逆でしょ普通あ、違う、時間だ。じゃあまた明日、おやすみなさい。またね、ありがとうございました。切れちゃう、おやすみ。